ょっと見させてもらおうか。あ、そうやってある。僕のやり方はちょっと特殊なんで、このやり方をこういうのをやらせたら難しいっていうの。僕の上手の使い方は多分他の人の使いより多分3分の1なんで。チーズがどうなんだ。まあでも今は普通に付き合ってますからね。あ、付き合った。迎えに行ったりしてるんで。毎日2000円今まで使ってるでしょ。あそこに安かったら月10万以上使ってるでしょ。これはいいんですよ。ん、これはいいんですよ。チーズちょっと頑張ってますね。はい、カメラ回ってます。今日初日、今日初日、あ、初日だ。あ、ずっと今4時をやっとんだ。はい、久々にじゃあ本田君の4時を見せてしまおうかな。ね、ちょっと4時を見せてくださいよ。本田君ってね、まあ、うちに来て何年、うちの仕事やってくれて、トータル何年、10人ぐらい。10年ぐらい。そうだよ、それぐらいの関係やな。15人ぐらいな。はい、すごいよな。すごいです。生まれたやつが中学校卒業だよ。ね、うちに入った時に15年、二階堂上の仕事をするんで、こうやってベトコン全部引くんだ。大量にな。はい、でもお客さんとか見てほしいな。その職人さんだとまあ分かると思うけど、こんなにやっぱやっとるからね。はい、で自分たちで寝れるみたいな感じでおるやん。はい、ローラー転がすのだよね。やっぱこういう段取りだよね。そうです。で、このちゃん自分で全部新品買ってやったら大変だぞって。プロだとこれを何にしてんの。この、まあ、正面からしか見えないでちょっと分かりづらいかもしれんけど、いやいや、やりなしです。やりなしで壁だけ、で塗装どんぐらいやるってことですか。11万です1週間なんだろう。1日工程絶対行かなあかんせ、うん、まあでも、はい、10はかけすぎか。まあそうだね。ちょっと見さしまおうか。もうちょっと待ちきれ、もうあと病院で薬またすぐ止まるよ。あ、痛いわ。それ痛いでしょ。痛いです。そりゃ偉いわ。でも行っとくや。行っとくがいいじゃん。あれ、いやいやいや、行っとくがいい。うわ、そんな、うわ。先週日曜日やったんですけど、悪化してますね。悪化してますよ、痛風。悪化してるんだな。大変でしょ。はい、仕事になるじゃん。シールが白いのも全部シーリングが入っておるやつだよね。うん、先のシールの職人が工程先に入って、洗浄だけ先に入ると、はい、洗浄だけ入って、それは痛そうだわ。足も上がるの寝ないでしょ。上がっちゃえばいいんですけどね。うん、上り下りがあるもんね。あ、死んだな。きついっすね。死んでる。こんなね、もそろそろ偉いもんね。そう、完璧な体勢で上がっていかんと、その斜めな感じで仕事できへんでしょ。うん、じゃあ、まあ、足だけちょっと踏ん張れば。痛いな。やっぱカムテープも外れるっていう、まあ、しょっちゅう毎回やってるけど、医者がでカムテープも外れるんだよね。これ全員標準でしょ。そうです。きれいにやる職人さんはみんなやるけど、要は二度手間じゃん。これ紙テープとかを貼ってるんだ。はい、これ分かるだろ。分かります。やってないだろ。やるときとやらんとき、白サッシはやってましたね。夏場とガムが湧くっていうか、うわ、クチ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 ってやって、あ、塗料が養生跡とかが、うん、糊が残ってしまうんで、うんうん、はい、やってました。あ、だって紙テープ貼って、はい、要はキメが細かいもんね。まあ、何回も言ってるだろうけど、まっすぐラインが通ってるんですかね。うん、紙テープだとな。はい、ガムテープだった。ガムテープってあれ、でも今なんかマスキングテープのそれもあるでしょ。ありますね。もうそっちに買えばいいじゃん。ちょっと、だいぶ高いです。
あ、本当。値段がだいぶ高いです。あ、やったらもう。もう1個、多分これの倍ぐらいですよ。あ、本当。うわー、失格だ。いや、ちょっと見てください。チームがどうなんだろうか。小田君がどうしても伝えたいことあるって。君、好きだよ。マジです。答えは、はあ、お農家。お、いや違うでしょ。ごめんなさい。何ごめんなさい。あつき告白しとったさん言うてる。ああまあ結構お前好きだ。あっすげえ。次は見てびっくりするでしょ。あんなのリアクターあんな感じになってまあでも今普通に付き合ってますけどね。あ、付き合った。じゃあ付き合ったんじゃなくて、え、一応付き合った。付き合ってるんじゃなくて、一応なんかもうほぼ迎えに行ったりしてるんで。毎日店に一緒に住むの。一緒に休んでないですけど店に迎えに行って終わったから、じゃあの送り迎え、もう今暇なんで、あもう帰るで。1あいつ飲んどるもんね。飲んどる1位とか12位とか迎えに来てよ。家送ってくれ。行く時も6時半とか1時に迎えに行って、送り迎えしてる。送り迎えしょ。すごい。ピッチしたね。いや、知らないですよ。絶対した。絶対した。そういうのは絶対してません。興味ない。興味なかったら男の子じゃないじゃん。そんな男、うちの会社がやめててくれ。そんなやついらん。女に興味ない男なんだ。こういうのもなかなかあれだよね、一般の人ってやっぱ分からんね。そうですね、でもさりげなく事実がいろいろ入っとるんでしょ。はい、多分この僕のやり方はちょっと特殊なんで。あ、本当。これでやる人はあんまりいないです。あんまりない。いない。上で紙テープで、そうです。やる人はない。本当。あ、マスカル普通の紙テープで、ね、うん、そう、こうやってやっちゃうんで。もう四方多分僕やって引っ張っていってます。それやっちゃうと、はい、そのこの たばんだ分が、うん、すごいメーターじゃないですか。ああ。そのメーターも減らして。あ、もったいないから。うん、そう。あなたの上で一応考えながらやってみる。あ、要はマスキングバーってやって、バーってやると、もう二重になって。そこからもっともったいないよね。そうですね。その分のメーターがきちんと切れる。そこちゃんと届くんだ。届くんです。でもそれ綺麗に切らんと。そうですね。もうカッターで。まっすぐ切らんと。カッターで。どっちかがダメになるよね。斜めに切れちゃったらダメだよね。僕の上手の使い方だと多分他の人の使いより多分3分の1なんで。ほんと。そんな違う。全然違います、やり方で。はぁ、まあ、考えてやらんとやっぱり。あ、でも両サイから行くんだ。このやり方をこういうのもやらせたら難しいって言われて。本当。やっぱり慣れないとやっぱ難しい。本当。そうそうだよね。その本当にもうまっすぐ切ってるのね、全部。そうですね。カッターでちゃんとスパンって切るんだ。そうすると斜めにならんもんね。はい、広げる前に切らんといかんよね。そうですね。段取りが全部変わるよね。はい、バーッと伸ばしてから切っとってはまっすぐ切れる、使い物ならんでしょ。はい、片側は使えなくなっちゃうもんね。一巻き今いくらすんの？100円ぐらい。いや、100円じゃないです。これですよ、うん。これは多分500円ぐらいですよ。あ、500円ですよ。500円ぐらい。3分の1の差でだいぶ違うね。ああ、そうです。1万円そこから変わってくるね。変わってます。はあ。この真ん中をどうするかだよな。そうっすよね、僕も思ってたんですけど、真ん中はどうするんだと。これ水に変えれんぞって水には変えれんぞこれ。こっちでもう先にこれカットしてから広げるから、要はこれがそうだよね。まっすぐに切ってないと上下で使えんもんね。その分ロスでちゃうもんね。うん、この間もなんでこうやってちょっと開けるか分かる？テープで止める位置があるもんで、そこに合わせて、はい、あ、網戸につけず
これで貼っておる、貼るためだろ。はい。ああ、そうやって貼る。ああ、そうやって貼る。ほう。もう、どうせ、ほんで紙テープで逃げるっていうか、あれだしね。紙テープ貼らない人だったら、あれだけどね。だいぶあれだけど。わざわざうちはもう一発紙テープ貼るもんで、どっちみち上下貼るもんでか。そうです。で最短の本当にロスが出るようにやっとんだからね。かぶってるとこないですよ。あ、もう今のところ C とかあれだよな、はい、一重っていうか。そうだな、四つ角だけでもだいぶ出るもんな、はい、倍違うかな。メーターで言ったらだって下これ全部走ったら倍以上あるもんな。そうですよ。で横縦の方が長いだろう、はい、縦の方が短いだろう。横線も走らんってことだもんな、はい、これ普段貼るとどうなるんですか。こう貼るでしょ、うん、こっち貼ってもこっちを貼るじゃん、うん、で上も走って下からも行くでしょ。真ん中残るでしょ。真ん中残りますね。それでそうした で, そうで真ん中ももう一番貼る。真ん中もちょっとこう貼る。ああ、そういうこと。まあ、だいぶ使うわ。はいはいはい。それやると多分1本ぐらい使わないですこれ。まだ1本やる。そうだよね。ああ、普通みんなそうやってやってるもんね。そうですね。大体一現場で何個ぐらいですか。僕は多分これ用使って3個です。え？これ3個です。あれは言い過ぎですよ。え？これ50メーター巻きですかそれ？これ1100。1100メーターの3個ぐらい。これが3個ぐらい。まあ大体3個ぐらいです。一現場で？一現場で大体。こうやってやるとやっぱりもう全然使わないんで。うそ。いや、他の人よりはもう本当に3分の1ぐらいです。はあ。あとは紙テープ使う。もうやっぱりこれがやっぱりちょっと高いんで、それはやっぱり考えてやらない。もったいないんだよ。下げられないけどしょっちゅう買って、みたいな日々こんには散々使っとるじゃん。そうですね。なかったったり。店も行っとるの最近。今はもう行ってないです。もう一回通販になってくる。通販になってくる。あ、最近なりない、うん、これ2週間ぐらい行ってないんだけど、ほんとすぐ見るでしょ。いや、分かんない。病院から直したら。どうで使ってるでしょ。あそこにグラス買ったら月10万以上使ってるでしょ。いや、もうでも先月はこれが行ってますよ。30？ これは行ってますよ。 30？ マジで？ちょっと行き過ぎたら。うそ。30万ちょっと行き過ぎだな。キリコちょっと頑張ってますね。はあ、頑張ちょっと電話してちょっと担いだから。あ、あれ、あれ見て、裏返しにしてな。はい、裏返しにあってギャンメンテープみたいな扱い。あ、はい、角出してちゃんと。やっぱその角は出した方がいいんだ。はい。上下がいいだね。パタパタしてめげちゃう。めげちゃう。ああ、ちょうどぴったりじゃん、なんかさ。さあ、どうやって紙テープを収めるんですか。紙テープだけこうやって逃げてくるんだ。はい。こっちは別にもう払うのだ。はい。あ、僕別にパタパタさせようと取れるもんじゃないんだ、うん、これ止めとるもんで。ペロン取れ。取れないですね。いや、ここだけは引けとるな。はい、ボラとるな。チビコとの関係は。いや、関係はないですけど。チビコとの関係はいいですか。そうか、でもあいつとその毎日やっとって、でもあいつもやっぱ何だか気持ちが動いてきとるのかな。動いてほしいですけどね。まだ今でも付き合いたいんだ。ちょっとキムゴちょっとカメラ伝えてくださいよ。いやいやいや、ホノミクスだったら40？ いや、52です。52？ はい。あ、今恋だ。うん、愛の告白を。52の恋。まあ、もう一回やるんですか。ホノミの気持ちに変わりはないんだ。変わりはないです。本当。本田さんって実習生あのもらわないんですか。もらうっていうか実習生使わたくないでしょ。使ってもいいんですけど、うん、これ言うたらアンチの上と下で分かれて
やったらまあ早いですよね。育てるまで時間があるね、本田色に育てるまで。ああ使います。使いたい。はい、使いたいです。あ、ほんと？使いたいです。あ、マジ？それはもう新規入れていいのか、二階堂上におる子でいいのか。新規で入れるともうちゃんと目の見ながらお世話の仕事でもいいので。自分で面接したい？いや、ベトナム一緒に行って面接行く。いや、でも何回かやったことある。やります。パパもね。いや、ベトナムパパ声じゃん。最初も始ます。いや、キミコさんにバレないように。これ言ってる作業なんですけど、これは何でしょうかって。めっちゃ喜ぶじゃないですか。本田君、今日は盛りだくさんだな。本田君の養生の神業と、はい、君子との恋愛話、はい、さらにあの二階堂上七色パートナーズだじゃなかったっけ。組合事業、組合っていうか、あの実習生と今ね、どっちかというと特定技能だって。経験者5年とか、特定技能でもいいかもしれない、うん、5年とか経験した人ちょっと給料高くなるけど、でもね、うちもこうやってやっとるんで、ぜひまた相談あったら、特定技能っていうのもやってるんで、はい、それが今結構流行っとるわ。やっぱ5年経験した人が、あのもう社員としていれるから、うん、ね、そちらの方もまた興味あったら、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ本田君の恋の行方が知りたい人はチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします、ね、このいいねがいっぱいついたら、キムコにちょっと突きつけようか。お前こんだけいいねついとるの、お前付き合えよ。この一回シラフで告白し、スーツ着て、はい、それやってみようか。スーツ持っとるか、スーツある、ある、はい、ちょっと呼び出してやろうか。それ面白いな。面白いです。ガチ告白、ぜひ興味がある人はこちら有料コンテンツやってますんで、チャンネル登録した人だけが見えますんで、チャンネル登録ぜひお願いします。せーの、また見てね。今日面白かったな。はい、面白かったです。なんか盛りだくさんだな。はい、ありがとうございます。